生徒のね卒業を見守ってあげることも大切だと思いますけど、まあ、自分が大変なのであれば、穏やかな人生選んでも転職して楽しい人生歩んでもいいと思いますけど、なかなか決断できないことだと思いますけれども、しっかり、みんな考えてね頑張ってもらいたいと思います。またお便りください。失礼します。多分この人は石川のラジオネーム、大学の新人教員です。しかし教員という立場なのに情けないのですが、すぐに泣いてしまいます。あー、いましたね。26歳女性だから今27歳でしょ、うん、上司から理不尽なことで怒られても、やめろと言われても否定されると、すぐに涙が垂れると、いい年なんだし泣くと周りにも迷惑がかかるからダメなのですが、涙もろいです。いやー、まあちょっとメンタル面が少しちょっと弱いのかもしれないよね。すぐ泣いちゃう。弱いから、だから入った当時から、お前そんなことじゃダメだぞって、うん、先輩、教員から、うん、激励されてたわけだよね。それはダメだよ、それ。だから、上司の方も悪意はないのかもしれないね。難しい問題だね。本人がでも、1年目、2年目で、まあ、会ってないと思うんですけど、やめてもいいと思うんだけど、2年目から、もしかしたら違う現場行ってはそういう。行きましょう。いずれくれるオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日霊日本食売サミー秀光興産楽天カード種の滝 AK レーシングキャリアチケットカジ旅フリー JA 全農信用金庫防衛省ベラジョン無料版日本 FP 協会ネットフリックス以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。この毒辛って唐揚げなんでうまいんだ。ジュワウマの力か、それとも飯が進むからか、それとも世界からか、まあうまけりゃいいか。大きな得から冷凍食品は日霊。おいしい楽しい毎日に日霊。日霊フーズ首都圏支社のオチです。学校給食向けの営業をしています。先日小学校で当社の商品が子供たちの食べたいメニューに選ばれて、思わずガッツポーズしちゃいました。おいしい瞬間を届けたい日霊。オードリーのオールナイトニッポンではラジオを聴いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターでラジオだ。僕の彼女は綺麗で働いています。あなたって綺麗の日本最大を誇る低温物流ネットワークを支えるブラックが運ぶ鮮度のいいお肉みたい。止めてる。冷たいってことよ。わかりづらい。おいしい瞬間を過ごしたい。ここはありません。実は先輩と一緒に入っちゃいました。おむつ。これも経験の一つです。炎の経営から受け継いだチャレンジ精神で、人と社会にすごい素材を届けたい。テクノミニティ日本食材。一人一人にそれぞれの事情がある。大切な人に出会うため
そこのあなたも大きくて好きです。君は見たことあるか。あなたはよく知らないけど、あなたそんな就活してみませんか。キャリアステーションならプロのアドバイザーとマンツーマンで就活対策できるから、たくさんエントリーしなくても内定が近づきます。キャリアチケットでさよなら闇雲就活。どうも。地元の自治体が避難指示を発表する判断材料になります。警戒の対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。災害が想定される地域などでは、自治体から発表される避難情報に十分注意してください。先ほど千葉県の香取市と大崎市、神奈川県の相模原市西部と愛川町に土砂災害警戒情報が出されました。十分に警戒してください。報道フロアから以上です。広田美幸アナウンサー、ありがとうございました。I'm going to go to the hospital.
あとなんか俺なんかおすすめされるの嫌いなんだよ。そういうコーナーだから。なんか本とかでも自分で出会い